ンネル。ちょっ、こんにちは。さあ今回はですね、はい、またかって言うんですけど、ちょっと別の角度から、はい、東京五輪日本代表選出っていう。へえ、やりましたよ。え、やりましたよね、里崎チャンネル的オリンピック選手選出って、はいはい、でも、はい、ちょっとコメント欄で、はい、全球団いないっていうあ、そうですね、うん、っていう声が。そうか、入ってない球団ありましたね。そうですね、だから入ってない球団でいうと、うん、まあ、DeNA、はい、で以外は入ってたかな、日本ハム、あ、日本ハムだ、うん、はい、が多分入ってなかったです、はい、その2チームが。そうですね、だから全チーム入ってないじゃんっていうね、うん、っていうのがコメント欄になったんで、はい、急遽、うん、撮ります。はい、と、え、作り直しってことですか。今回の企画は、はい、アテネ五輪野球方式です。え、アテネの時ってまた選び方が違ったってことですか。アテネの時は、はい、24人のメンバーっていうのは一緒です。はい、各球団2人ずつです。あ、そういう選び方してたんですか。そう、平等にっていう。へえ、で、はい、あのその後の WBC 始まってからは2006年の、はい、うん、あのもう全部フリーになって、はい、北京もフリーになる、うん、で、まあ、多分東京オリンピックもそうなんですけど、はい、じゃあ仮に、うん、アテネ方式だとどういうメンバーができるのかっていうのを、はい、やっぱコメント欄の声がね、はい、やっぱ全球団入れたいじゃないですか。そうですね、やっぱ日本代表って考えたらね、うん、だから、まあ、そういう面をね、はい、考えて作り上げます、はい、だから北京の時はですね、メンバーが横浜は、三浦大輔さんと相川、うん、キャッチャー、はい、うん、中日が岩瀬さん、うん、ピッチャー福留お、で巨人が上原さんと高橋由伸さん、うん、でヤクルトが石井博俊と宮本慎也さん、うん、阪神が安藤と藤本、うん、で広島が黒田さんと、広島黒田さんと誰よ、あ、木村拓哉さん、うん、あ、ジャイアンツのイメージがあったから広島だった、うん、でロッテが小林正秀さんと清水直さん、はい、で西武が、松坂と、和田さん、うん、で日本ハムが小笠原さんと金子さん、ソフトバンク、その時ダイエーかな、はい、が城島と和田、うん、近鉄が岩隈と中村典さんで、オリックスが谷さんと村松さん、はい、っていうね、うん、でミスター長嶋さん監督で、はい、っていうのがメンバーだったんですよ、はい、だこれと同じように、うん、各球団2人ずつで、はい、考える。そしたらじゃあ前回とちょっと変わってきますね。いや、変わってきますよね、うん、でも外せないところをまず決めよう。はい、だからね、まあ、梅の回は外せないね。はい、だからここは梅野と回でやっぱ一枠、はい、キャッチャーが埋まるっすよね。だからタイガースとホークさんも一人ずつ、うんうん、キャッチャーがね、はい、で巨人やっぱ菅野だね、はい、ピッチャー、うん、で山本由伸は外せないね。はい、これ難しいなポジションね。そうですね、うん、ポジションの調整もありますもんね、うん、あ、難しい。でもショートは坂本かな。そうしたらジャイアンツ終わりですね。うん、もうジャイアンツ終わり、はい、じゃあもうショート坂本でジャイアンツ終わりはい、吉田正尚がもうバファローズ。ああ、そうやな、いる、はい、いるな、はい、じゃあもうオリックスも終わりだね。そうですね、うん、さっき宮城くんも入ってたんですよね。ああ、じゃあもう落選だね。そうですね、うん、うん、でやっぱセカンドは菊池やんな。はい、そうですね、やっぱ守備とバッティングで、うん、で鈴木誠也か。ああ、もう広島終わりだあ、栗林くんが入らない。森下も入んない。あ、そうだ、広島4人もいたんだ。そっかそっか、鈴木誠也だね、ライトは、はい、そうですね、うん、でもヤクルトで言えば、うん、あ、村上山田やな。うん、ちょっと待ってよ、で楽天どうする。楽天どうする。楽天ですか。涌井か。それも涌井投じゃないですか。涌井でも先発いっぱいいるよ。浅村は、浅村選手と涌井投手かな、やっぱり今だったら。そうやんな、うん、マー君入れたい気持ちは私の中では。明日だから、明日、明日だからダメなんですね。まだまだ、はいはいはい、調整不足、はい、そしたら涌井、浅村か。もう前回選んだのと一緒、あ、一緒で涌井投手でも楽天おしまいね。おしまいです、はい。で浅村ファースト、うん、ですね、うん、じゃあロッテ決めよう、ロッテ、はい、あれ全今回選んだは荻野、荻野だけですか。ああ、そしたらベンチの中のベンチで荻野選手。いや、ちょっと待って、でも出す可能性あるからな。でも中野は翔吾も今いいのよ。そうですね、でもちょっとセカンドが激戦でもう空いてないんだよ。うん、安田選手もですよ。安田選手、いやいや、打点はあるけど打率が低い。他いるからあ、
あ、そうですね、ちょっとこの野手のレギュラーに入ってくるのは厳しいですね。小木野、そうと鈴木投手入れます。そう、でも絶対2人ですもんね。田中か。ああ、僕たち 0.0 やからな。はい、ちょっと置いとこう、ちょっと荻野からか書いとこう。はいはい、これおあのポジションもいるあるからね。はい、じゃあ日本ハム、日本ハム、日本ハム、中田翔選手ですか。いやいや、あ、でもずかずか近藤、そうですね、近藤、宮西も状態悪いしな、うん、お、西川、近藤、噂は噂はか、そうか、じゃあ日本ハムをこう上から2人、噂は近藤ちょっと置いといていい。そうですね、はい噂は近藤ちょっと置いとこう、はい、で横浜は牧やな、うんうん、牧佐野か、はい、牧佐野、はい、やんな、うん、西武、はい、平、あ、そうですね、平増田、野手が怪我してるからな、あれでも源田、源田、源田、どう、じゃあこれ難しいな、めっちゃさっきより難しいな、難しい、ね、バランス考えなきゃいけないから、はい、ホークス、甲斐選手以外にもう一人誰か、誰にするかですね。だって森柳田、はい、栗原、はい、栗原か、ああ、そうです、栗原でかいよな、うん、栗原やな、森投手ではなくじゃあ栗原選手にすると、まあ、いるからねピッチャーは、いますね、うん、まあ、噂投手とか唐川投手とか、あと平増田、まあ、ちょっと待って、あのそこ保留、はい、あとどこや、中日か、はい、大島、柳、高橋周平、祖父江福、おいっぱい出てきますね。いや、まあまあ、まあ、入れどころで言うとね、うん、この前勝つのもいいピッチングしたけどね、まあ1回だけだな、ヤクルト、あ、あ、ヤクルトか、そう、村上、山田、村上、山田、うん、塩見、おお、押しますね、石山、石山やんな、うん、で阪神が上野とあと岩崎やな、やっぱり、やっぱり岩崎やな、はい、やっぱり岩崎、どこ入れるんですね、うん、もう阪神は岩崎と上野にしよう、はい、あとサード、サードいる、こん中だったら高橋周平、それか栗原選手を入れてしまう、村上、あ、村上選手とサードにしますか、うん、村上サードやな、センター、センター大島やな、はい、ドラゴンズから、はい、これはじゃあ外野は一緒になったね、一緒ですね、うん、ピッチャーやな、あと先発2人候補が、でもドラゴンズはもう1人入れなきゃいけないからね、1人しかいないからね、だから柳投手、高橋周平、祖父江福っていう、ね、でも高橋周平はもうないねさ、はい、うん、あとファイターズも入れなきゃいけないからね、はい、噂か、噂だね、そうですね、うん、噂だ、先発はで近藤が控えだね、はい、そうですね、うん、もう絶対ですね、で、うん、はい、あとホークス、ただ森投手か栗原選手か、まあ、やっぱ栗原、源田はベンチ、そしたらもうベンチ埋まりますよ、あ、近藤 DH じゃない、 DH、そうですね近藤 DH、 はい、うん、そう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 、うんうん、で、あとはベンチ3人使えるから、うん、そしたら栗原、荻野、で、源田じゃない、あ、そしたら、そしたらもうマリーンズ絶対唐川投手は入れないじゃないですね、だから唐川だね、はい、で、西武はあと1人なんだよね、平やな、平、はい、ヤクルトを2人選ばなきゃいけないね、あと1人村上選手がいるので、石山か、石山だな、抑え、石山投手しますか、うんうんうん、そしてあとベイスターズがもうそのままこの2人入れ、両方野手ですよ、そっかそうや、ちょっとこれまた入れ替えないとですよ、うん、ちょっと待って、はい、ベイスターズピッチャー、ベイスターズってめちゃくちゃ難しいですね、難しい、これはベイスターズのちょっとピッチャー、ちょっと今調べるわ、はい、三島か、ピッチャーだとね、うん、まあ、野手はあと1人置けるわけですよ、ベンチに、あ、置ける、1人は入れられますね、あと、あと、あ、キャッチャー3人いないですよ、あ、本当だ、前入れたのはジャイアンツの大城選手だったんですけど、うん、菅野投手と坂本選手でも埋まってるんで、じゃあ違うチームからキャッチャーもう1人出さないといけないんじゃないですか、木下でしょうか、あ、そうしましょうか、そしたらドラゴンズが埋まるからね、はい、あ、そうですね、うん、あ、いいですね、うん、ドラゴンズは大島選手と木下選手で、うん、で、あと 1,2,3,4,5,6,7,8 だから、あとピッチャー1人、野手1人で、はい、ベイスターズから2人と、あ、もうベイスターズのあと2人だけですね、多分、うん、だから2人、ベイスターズからを2人入れなきゃいけないんだよね、はい、ピッチャー1人、野手1人入れないとか、ピッチャー、ピッチャーか、あ、野手1人減らして、あと、あとどこ、あとロッテも、ロッテ2人でしょ、ロッテ、荻野選手と唐川投手入ってます、うんうん、で、あ、源田が控えにいるからね、
源田さん、あ、そうかそうか、うん、そうか、そしたらまたピッチャー2人か、あピッチャー2人で DeNA が2人、これはあれだな、そしたらどっかのチーム入れ替えるしかないわけですよね、今先発が1人足りないので、そうそうそう、先発1人とユーティリティ1人だよね、はい、苦しいですねこれ選ぶの、石山やめようか、じゃああ、石山選手やめてで、ヤクルトから先発、うん、いや石山もいいのよこうどっかのチームの野手を1人削って、そのチームからピッチャー出さないといけないです、うんうん、でもキャッチャーは DeNA からおらんやろ、それかホークスの森投手にするとしたら木下やめて、それかもう栗原と選手をやめて森投手を入れる、それででもユーティリティいなくなる野手に、まあそっか、その内野が内野外野内外野守れるの欲しいから、このフォーメーションは完璧なのよ、うん、なるほど、源田荻の栗原のフォーメーションは完璧だから、もうスタメンを変えよう、誰か変える、うん、しかない、そしたらじゃあ牧選手か佐野選手をもうスタメンに入れるしかないわけですよ、うん、近藤やめようか、でも日本ハム、そしたらもう一人ピッチャーを、ピッチャーを誰にするかって探してきて、はい、伊藤大海行こうか、あー入れちゃいましたいいやんな、うん、はい、いいやん、で後ろもできるし、はい、そうしよう、お DH をね佐野にして、はい、で伊藤大海入れよう、はい、ファイターズは、はい、これいいよ、これいいよ、うん、いいのいる、でじゃあベイスターズからもう一人ピッチャー入れますか、そうやな、うん、で三島じゃない、うん、これで終わりました、いやでも先発も一人欲しいなやっぱ先発5人きっちりはきついやろ、うん、大抜きにしようか、うーん DeNA 大抜きにしよう、えもう三島投手をやめ て, やめて、うん、大抜きそれがいいかな、でも先発は菅野山本涌井噂は大抜き伊藤、伊藤、うん、でまあ6人として、うん、そうそう、で中継ぎは唐川岩崎平石山、これやな、はいはい、いやー2人ずつって難しいな、うん、難しいですね、うん、でまあ打順は1番大島、はいはい、2番菊池、うん、3番吉田4番鈴木、5番村上、6番浅村、7番佐野、8番坂本の9番キャッチャーかな、うん、あのスタメンはそこまで変わってないですね、うん、そうだね、うん、ピッチャーは結構変わりましたね、うん、でこれね、キャッチャーを栗原もできるからってなってくると、こっちのユーティリティがいなくなるから、うん、あとキャッチャーは1人もし怪我したら補わなきゃいけないから、うん、代打もいるしってなると、はい、まあこんなメンツになりましたけども、はい、あと皆さんが考えて各球団2人ずつも見てみたいですね、はい、そうですね、それも多分面白いんでね、うん、ぜひ皆さん考えてチャレンジしてみてください、はい、ストップ、まだ終わりませんちょっと服装も変わりました、変わりましたけどまだ、はい、まだ終わりません、はい、続くです、閉店ガラガラじゃないです、はい、開店ガラガラ、はい、開店はしてたんですけどね、ああだから閉店しない、閉店仕掛けないけどガラガラガラって上げてね、まだもうちょっと深夜営業しますよって、そうなんですよ、はい、ちょっと問題が発生しましてですね、はい、今までの動画も非常に楽しめたと思うんですけども、はい、ちょっと皆さんざわついてませんかね、ざわつきました、はい、ちょっとあの4月26日に収録して、はい、すぐ出そうと思ったら出せなくて、今日が5月10日今日10日10日で、はい、もう結構経っちゃってね、はい、2週間ぐらい、うん、あの女性変わってきてて、この2週間でだいぶ変わりますね、明日オリンピックあったらっていう体で、はいはい、ちょっと人がもうちょっと怪我したり不調になったりしてて、はい、ちょっとあの定義が成り立たないんで、はい、やり直しです、はい、最初からやり直すわけじゃないですか、いやいやちょっとここでね、はい、最初からじゃないです、はい、既存を残しながら、うん、ね、決まったやつはこれです、はい、けども、うん、ちょっとあのジャイアンツ菅野坂本が2人ともちょっと怪我で、はい、ちょっとネットで里崎の呪いとかマジやめてください、見てます、言われてます、侍ジャパンに里崎が選出した中で24人しかいないのに、はい、もう4人がいなくなったすぐだから前のね、はい、こちらの動画です、はい、こちらの動画で、うん、その無条件で
進出した中で、はい、まあ、菅野、坂本、森、うん、で大山選手かな、大山選手、大山と、もう4人いなくなって、はい、里崎の呪いっていうくだらないあのスレッドを立てるのやめてくださいそんなスレッド立ってるんですか立ってるの、ね、俺は見逃さないよ、あのやっぱりあのエゴサーチリサーチャーとしてはそうなんですか、いやそこの君やめなさいでも本人が見てると思って面白がってもっと書くかもしれないですだって俺はもう常に見てるからねあの365日見てるからだから俺が、はい、あの、はい、見てないと思ってる人はまだ俺のことを知らない人だね見られてますよ、はい、はい、ということで あとね、はい、あ、いきなりあのオープニングトークだけど、まあこれは違う、あ、まあ、この話の流れだから言う、はい、俺は人のとこまで見に行かないのね、し別にこのコメントとか、はい、リツイート返しとかこう会話形式もしないのよね、はい、でもあの俺のことを悪く書いてる人はどんな人なんだろうってたまに興味本位で見に行くの面白いじゃん、はい、この人はどこのファンでどういう思考のツイートしてんやろって言って、はい、あの面白い半分で見に行くわけ、はい、でいいねを押してやるので押すんですか、うん、あの悪いやつ書いてるやつほどいいねを押してるんでそうしたら本当に悪いのばっか書かれちゃいますよ、佐藤さんがいいねもらえると思って、でもその中で俺の中でヒットがないと押さないからね、ああ面白いなと思わないと、そう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 、うん、で言ったらあの、はい、見に行ったのよ、はい、この前、はい、そしたら俺ブロックされてますってなって、はい、は何のために何のためにみたいな何のためにいやだからあれじゃないですか、攻撃されないようにじゃないですか、いやいやだって俺だってよ、興味もなければ存在も知らないし、はい、何のコメント返しもしたこともなければ絡んだこともないのにブロックされてるって、はい、アホやろいやでもそのぐらいあの言いたいけどなんか脅威なんじゃないですか、佐藤さんがいやおかアホやろ、おかしいやろ、ブロックされたらどうなるんですか、その見に行ったら あなたは何とかでブロックされてますって出るの、出るんですか、そうそうそう、プロフィールじゃ見られないんですか、どんな人か、プロフィールは見られるのか、プロフィールは見れるのかな、まあ、そこまでも分かんないけど、はい、ブロックされてますってなってあもうあの大笑い、アホやろこいつと思っていやそれかなんか絡んでね、はい、とかなんかもううざがらみされたとか、うん、なんかですぐなんかリツイートしてたりとかコメント返してきて、はい、でブロックだったら分かるよ、さすがにね、はい、何もしてないのにいつからされてるかも分かんないし、ね、何これみたいな、逆に面白かったいや面白いと思えるからすごいです、ね、だからそのブロックされてるのも一生気づかなかったパターンもあるよね、そうですね、はい、たまにあるんだよ、絡まないからなこいつと思って面白いなっていう雑談です、いや見てますよ、はいね、ということでちょっとね、はい、チェンジ、はい、だからジャイアンツの菅野と坂本も変えなきゃいけないし、はい、でちょっとね大抜きがちょっと不調で、はい、やっぱり明日あるってなったらちょっとやっぱ外さなきゃいけないじゃん、うん、だそこちょっと変えて、はい、でも変えてなるとショートを坂本辞めるんで、じゃ誰をショートのレギュラーにするのかっていう、おお、そしたらもう、はい、里崎チャンネル、うん、総チェックベスト9、はい、最多得票受賞、はい、源田を、はい、レギュラーにします、もともとユーティリティプレイヤーとしてベンチに入れたんです、ベンチに入れたんで、はい、こうだから出します、タレント、はい、はい、でそうなった時にじゃ先発もいなくなるし、はい、で大抜き変えたいと、はい、で大抜き変えたいってなるとやっぱ今一押しは、はい、柳だよ、うん、でさ、まあ、奪三振王の、はい、このままいいピッチングしたち、うん、柳先発に、はい、大抜きの代わりに入れようってなった時に、はい、木下と大島が入ってるね、はい、どっちか辞めないといけないじゃん、そうですね、だからこの苦渋の決断であの木下辞めます、チェンジですね、うん、はい、すいませんね、応援してて喜んでたファンの皆様、はい、ちょっとあの金があって、うん、各チーム2チームっていう制限なんで、はい、ちょっとやっぱり辞めなきゃいけないんですよ、そうなんですよね、木下選手を外して柳選手を入れて、はい、柳と大島にします、はい、そうなったらね、うん、キャッチャーがいなくなっちゃう、はい、ここにジャイアンツから大城入れます、あー、なるほど、ジャイアンツ2人入れなきゃいけない、はい、うん、大城入れて、はい、ここを木下の補強はだから大城でピッチャー大抜きの代わりに柳入れて、はい、で巨人はもう1人は巨人もう1人いるんですよ、はい、ってなった時にどうしようと、どうしますか、高橋入れようかなっていう、菅野の代わりに、あ、まあそうですね、ピッチャーね、はい、今いいんで ね、 いいですね、で左もいるしっていうところで、はい、うん、高橋入れようかなって思ったんですけど、はい、ここで発生するのがベイスターズ、はい、大抜き外したんで、うん、ベイスターズもう一人入れなきゃいけないんですよ、今佐野選手しかいないですもんね、ってなった時にベンチ枠で、今ベンチ枠一人いないんで、はい、源田が入ったんで、うん、ベンチ枠で内野手、はい、今荻野と栗原がいるんでね、はい、内野手をDNA から選ばなきゃいけないんだけど、はい、ちょっと選べないのね、うん、俺の中では、はい、じゃあどうすると、うん、
っていったところで、でもショートの控えもいると。うん、確かにね、やっぱ源田が行っちゃったんでショートできる人入れないといけないですね。入れないよ。そうだ、そこで考えるとショートで坂本源田に次ぐ人で絶対入れたい人で UTT 性もあるってなかなかいないのよ。え、誰行きますかショート。今荻野と栗原がいるじゃん。はい、ちょっと栗原をやめようかなって、はい、ちょっとショートを取るために、はい、シュートを、あここまたホームラン打ったりセーフティーしていって、はい、でシュートは外野もできるし、うん、はい、二遊間もできるから足もあるし、うん、でここでねシュートを入れようかなっていう、はい、うん、栗原やめて ありですね、うん、ってなった時によ、はい、今度シュートを同義のじゃん、はい、で次困ってくるのが、はい、この栗原的なユーティリティ性を持つ人が欲しいよね、うん、そうですね。そこで白羽の矢の方だったのが、はい、2本のホームランを打ってサヨナラを打った岡本なんだよ。巨人から。あ、そっか、もう一人巨人。でも高橋入れようと思ってるから。いや、そうですよね。高橋やめて。やめて。岡本を入れたら、はい、岡本はサードもできるし、うん、でファーストもできるし外野もできるから、はい、だから岡本も大きいじゃん、うん、そうだ、ベンチにだ岡本レギュラーでも出れるから、うん、この村上、浅村、ここね、佐野っていうところの、うん、このファースト、サード、DH を岡本でどっか入れ替えてもいいわけじゃん、はい、だから岡本も入れて、はい、で高橋を辞める、はい、ってなったら、はい、先発がいなくなるじゃん、ね、そうですね。だから DeNA から先発を持ってこようかなと思ったんだけど、はい、やっぱ DeNA のピッチャーの中で一番いいのってやっぱ三島なんだよね、うん、今でヤクルトに石山がいる、はい、抑えね、うん、じゃあ思い切って、はい、石山から抑え三島に変えようっていう。ああそれもいいですね、うん、でそれしたら、はい、先発ヤクルト、うん、最近中継ぎもできるし、はい、先発もできる、うん、絶好調金久保、はい、これをサプライズで入れようっていう、うん、なるほど。そうなったらよ、うん、全部うまくいくのよ。そうだからピッチャーが先発が、はい、山本、涌井、上沢、柳、伊藤と金久保が中もできるし、先発もできる、はい、状態いい方でリーフが唐川、岩崎、はい、で平、三島、はい、これ10人ですね。で行って、はい、で守備がキャッチャーが梅野、甲斐、うん、で大城、はい、で大城はファーストもできる、うん、でセカンドが菊池、うん、でサードが村上、で岡本もいるよと、はい、でショートが源田、ファースト浅村言ったよね、はい、で外野が吉田、大島、鈴木、うん、で DH にさんでベンチに荻野とシュート、うん、感激、あれもう一人、で岡本がねサードもできるから、あそこそこそこ、あこれいいじゃないですか。これにします。はい、これ修正です。いやだいぶあれですね、1人2人変わるだけで、いやめちゃくちゃシャッフルしなきゃいけないんだよ。だから、うん、これからこれになりました、はい、あのほんの2週間で、はい、これが難しいとこよ。だいぶ人変わりましたよ、2週間でこんなに変わんのよ、はい、まあこれ2人っていう制限あるけどね、うんうん、だからまあまたね、はい、これ1ヶ月後にやりますよ、うん、はい、またやる、まあ、1ヶ月後やる、うん、2週間で全然変わるから。そうですね、またすごい変わるよ。はい、じゃあもうこれ本ちゃんに近い感じになりますね。そうだ、これはね水曜日に出してるの、うん、はい、動画はね、うん、だから木曜日に侍のオリンピックのもう初戦があったらっていう体だから、はい、皆さんもね、うん、同じルールで考えてほしいですね、はい、そうですね、コメントなんでね、いかに難しいかっていうこの選び方、はい、本当にこれで終わりです、はい、閉店ガラガラ、はい。